こんにちは、東北キリタンです。前回は、ニューエイジのうち、宇宙や古代に目を向けた思想について説明しました。今回は、人間の内面に目を向けた思想と、その影響を見ていきたいと思います。まず取り上げるのは、ニューエイジに先立って発生し、またその一部分とも言われる、人間性回復運動、ヒューマンポテンシャルムーブメントです。1960年代初頭、米国の心理学者マイケル・マーフィーとリチャード・プライスによりカリフォルニア州ビッグサーにエサレン研究所が設立されました。この研究所に関わっていたアブラハム・マズローと欲求段階説をご存知の方は多いと思います。エサレン研究所ではドイツのゲシュタルト心理学やヨガ、瞑想、またグループセラピーの一種である感受性訓練やボディーワークなど人間の潜在能力の覚醒を目指す研究が行われていきました。この運動から得られた知見は後にマルチ商法向けのセールス研修と結びついて自己啓発セミナーを生み日本にも持ち込まれます。この動画をご覧の方の中にもマルチ商法の勧誘を受けたことのある方がいるのではないでしょうか。自己啓発セミナーの内容が記載されている洗脳体験によれば、受講者は集団で社交した密室に閉じ込められ、初対面の人に近づきにくいと言われたり、講師から激しく叱られるようなワークを行います。その後も誰にも言えない秘密の開示といったワークや、相手を信用する、積極的に行動するといった自己啓発セミナーで善とされるような答えが正解となるゲームを行い、精神を揺さぶりながら価値観をすり込んでいきます。この概要からもわかる通り、自己啓発セミナーでは、密室で何度も精神に動揺を与えられるため、心にダメージを負う人が出たり、また高額な料金や、受講者に強引な勧誘を行わせていた団体もあったために、社会問題となりました。その中でも最も有名になったのは、この人物が率いていた団体でしょう。1999年の冬、千葉県成田市のホテルから4ヶ月以上も宿泊している不審な客がいると通報を受けた警察がホテルで見たのは、ミイラ化した遺体でした。この遺体は、シャクティパッドと呼ばれる頭部を手で叩く方法で病気が治ると信じた家族が病院から連れ出し、そのまま死亡したものの、病気が治ると主張した主、高橋浩二がまだ生きていると主張したため、家族が信じた結果、ミイラ化したものでした。くるぜんとした高橋浩二の風貌や、伝説です、それはサイババの勝手なんですといった、とぼけた回答でマスコミの注目を集めたこの事件ですが、彼が率いていたライフスペースは、宗教団体として認知されていることも多いと思います。ところがこの団体は、もともと自己啓発セミナーの会社で、代表の高橋浩二がグルを自称し始めたり、シャクティパッドができると言い始めたことから、宗教色を強めていったものでした。こういったセミナーの出自が、宗教思想運動に近いことを伺わせる事件です。さらに、X ファンである動画制作者にとって忘れられないのが、都市洗脳事件です。X ジャパンのボーカルだった都市は、自己啓発セミナーを行っていた、レムリアアイランドレコード、現ホームオブハートにのめり込み、X ジャパンを脱退します。このためバンドは、1997年に解散しました。ところがレムリアアイランドレコードはカルト化しており、代表のマサヤ氏は、2000年に人類の 90% が死ぬ、今人類に必要なのは、壁抜けと空中浮遊、などといった内容をセミナーで話していました。この団体では、栃木県での共同生活や、深夜まで続く罵倒による、借金の強制、さらに児童虐待が行われており、カルト宗教と言って良い状態でした。特に、児童虐待については、幼児を段ボール箱に入れて放置する、また学校に行かせないといった、極めて非人道的なもので、メディアでも大きく取り上げられた後に、脱退者から訴訟が起きます。都市が脱退したことにより、すべての訴訟は和解で終わりますが、ホームオブハートがなくなることはありませんでした。彼らは今でもスピリチュアル界隈で活動しており、著名人とイベントを開催しています。こうしたカルトの事件は、過去の話ではないのです。これもまた、ニューエイジが社会に与えた影響と言えるでしょう。さて、ヒューマンポテンシャルムーブメントの中から生まれてきたものに、トランスパーソナル心理学があります。ここでも出てくるのが、マズローです。マズローは、自己実現を目指す人間性心理学を創始していましたが、それを超える、自己超越を目指す心理学としての、トランスパーソナル心理学を構想していました。彼は、トランスパーソナル心理学誌の発刊準備をしている途中で亡くなってしまいましたが、その後、この学会誌は発刊され、第1回トランスパーソナル心理学会が開かれます。
マズローは晩年、欲求段階として自己実現の上に自己超越を置いていましたが、これは自己啓発の話で取り上げられることがあります。トランスパーソナル心理学ではドラッグによる精神変容や禅、ヨガといった東洋思想による変性意識体験に関心が持たれました。これらを理論付けた中心人物がケン・ウィルバーです。彼の著書では超越の過程で人は目に見えない宇宙の存在を感知し、さらにその工事で精妙な宇宙と一体化し、最終的には純粋な真がアートマンに至るとされています。彼は万物に浸透する全包括的な無限の意識として、それは一であり、多であり、唯一であり、全てであり、源であり、真如であり、原因であり、状態であると言っており、インド哲学におけるボンガ一如の影響が色濃く見られます。そしてまた彼は生きている間にアートマンに達することができた人間は下脱へと至りますが、そうでなかった人間は転生によって再受肉化し、再度アートマンへの超越を目指すとしており、ここではチベット仏教が引用されています。このようにニューエイジ思想では東洋思想が頻繁に引用されます。1965年にアジア系移民制限法が緩和されたこともあり、本場インドから渡ってきたグルが活躍するようになります。そのうちの一人が超越瞑想で知られるマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーです。彼はヒンドゥー教に由来する瞑想法を開発し、その言葉遣いが科学的であったことや科学研究を盛んに行ったこと、またビートルズやローリングストーンズ、ビーチボーイズといった有名人が支持したことから爆発的に普及しました。日本においても疲労回復やストレス低減に効果があるとされた部分に注目が集まり、京セラやトヨタ自動車、NEC といった企業に導入されていきました。ただし彼の思想にオカルト的な側面が全くなかったわけではありません。超越瞑想では上級コースである TMCD プログラムを実践すると、宇宙法の流れに一体化しサマディに至った結果、空中浮揚、ヨーガ飛行が可能になるとされていました。超越瞑想を普及させることで1万人の空中浮揚者を生み出すことができれば、彼らの肯定的な波動が世界全体に伝播し、さまざまな機関がベーダの知恵によって運営されるようになると、そこに地上の楽園が実現するのです。これは一種のユートピア思想であり、オウム真理教に通じるものを感じさせます。さらにこの時代のグルとしてマハリシと並んで有名なのが、和尚としても知られるバグワン・シュリ・ラジニーシです。彼は西洋的なセラピーと東洋的な瞑想法をアレンジし、さまざまなテクニックを生み出しました。彼が率いたラジニーシ・ファウンデーションはエサレン研究所とも交流があり、東のエサレンと呼ばれました。もともと哲学教授だった彼が語るさまざまな思想はインテリたちを魅了しました。ラジニーシの教えの中でも賛否が分かれたのは、タントリズムから来る性的欲望の解放です。彼によれば、性的エネルギーは生命エネルギーそのものであり、抑圧すべきものではなく、むしろその快楽を徹底して享受すべきなのです。ラジニーシ・ファウンデーションは、もともとインドのプネーで活動していましたが、大量のヒッピーが集まってきたことや、その性的奔放さから周囲の反発が高まり、アメリカのオレゴン州に広大な敷地を取得し、巨大なコミューンを作り上げます。そこでは、信者によって病院や学校、消防署、レストラン、ショッピングモール、合奏路などが作られ、全盛期のラジニーシはロールスロイスで敷地内を視察に回りました。彼は有数のコレクターであり、一人で90台以上のロールスロイスを保有していました。ところがここでも住民との対立が深刻化し、教団は大量のライフルやマシンガンを備蓄した上、ついにはサルモネラ菌を使ったバイオテロを起こしてしまいます。これが彼らの運命を決めました。ラジニーシは国外追放処分となり、彼らのコミューンも崩壊したのです。ラジニーシ・ファウンデーションはコミューンへの移住、テロの実行、またサニアスネームと呼ばれる教団内の名前をつけていたことなどから、オウム真理教との共通点が多く指摘されています。ネットフリックスで配信されているワイルドワイルドカントリーというドキュメンタリーは、ラジニーシファウンデーションをテーマにしたもので、当時の映像が豊富に使われており、おすすめです。さて、ニューエイジについて説明する上でこの人物に触れないわけにはいけません。ティモシー・リアリーです。ハーバード大学で人間の心理を研究していた彼は、メキシコのマジックマッシュルームで精神変容を体験したことから、ドラッグ体験と人格変容の研究に着手します。
彼は特に LSD に注目し、LSD のグリと呼ばれるようになります。リアリーは LSD を使ったセッションやトレーニングキャンプを広め、ニューエイジやカウンターカルチャーを代表する人物となりますが、その一方で LSD 批判派による反対運動が起こり、大学を離れることとなりました。彼は LSD が違法化された後も擁護を続け、ニクソン大統領に全米一危険な男とまで言われるようになります。リアリーもまた、ビートルズのメンバー、特にジョン・レノンと交流がありました。レノンが作ったカム・トゥ・ギャザーは、アルバム、アビー・ロードに収録されていますが、これは、リアリーがカリフォルニア州知事選に出馬表明した際に作られた応援ソングです。また、後にレノンが否定しますが、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズという楽曲は、頭文字をつなげると、LSD となり、そのサイケデリックな曲調から、LSD との関連が噂されました。当時のカウンターカルチャーにおける LSD の存在感の大きさがうかがえるエピソードです。ティモシー・リアリーはドラッグによる精神変容を主軸に据えていましたが、これに対して東洋的な修行に注目したのが同僚だったリチャード・アルパートです。彼もまた LSD を広めていたために大学を退職することとなりますが、その後彼はインドに渡り、ニーム・カロリ・ババというグルと出会います。そこで彼が驚いたのは、グルに LSD を飲ませても全く精神状態に変化が見られなかったことです。彼はここからインドの修行に関心を持ち、自身も行者となってラムダスという名前をもらいます。彼が書いた Be Here Now という本はベストセラーとなり、 LSD が違法となった後の若者たちに東洋へと目を向けさせました。この本には先ほどのグルに LSD を飲ませたエピソードも書かれています。日本では次回以降に触れるアゴン州関連の出版社から翻訳書が発行されています。 Be Here Now は70年代のポートランドにいたある学生にも影響を与え、彼は後に世界を変えることとなります。スティーブ・ジョブズです。ジョブズは学生時代からカウンターカルチャーやニューエイジに熱中するヒッピーでした。彼の伝記では、大学時代に Be Here Now を読んで感銘を受け、マリファナや LSD を摂取したり、クリシュナ寺院や禅道場に通い、東洋思想に傾倒していく様子が書かれています。彼はまた、インドに向かい、ラムダスが帰依していたニーム・カロリ・ババを探します。その時、ニーム・カロリ・ババはすでに他界しており、彼はアメリカに帰国しますが、鈴木春龍と音川幸文という禅の師を見つけます。この他、ジョブズに影響を与えた人物として、スチュアート・ブランドがいます。彼は、パロアルトで LSD の研究を行った後、ホールアースと名付けたトラックで、様々な道具や教材を売っていました。ここから生まれたのが、ジョブズが愛したホールアースカタログで、その最終号には、この言葉が添えられています。Stay hungry, stay foolish。ここまで宇宙や超古代文明、ヨガや瞑想といった東洋の修行法と自己超越、ドラッグ神秘主義といったニューエイジの要素を見てきましたが、これらの要素やコンピューターといったカウンターカルチャーの要素を盛り込んだ名作 SF 映画が70年代に公開されます。スターウォーズです。スターウォーズは言うまでもなく宇宙を舞台にした物語です。また、時代劇から来ているとも言われるジェダイは、東洋風の道着を着て、師匠と修行をし、フォースというある種の超能力を使いこなします。さらにフォースには、ライトサイドとダークサイドが存在します。R2D2 や C3PO、ハイテク機器の詰まった宇宙船には、コンピュータの要素が入っており、スターウォーズはまさに、あの時代の空気を取り入れているのです。その数年後、日本でも同様の要素を持つ名作ロボットアニメが誕生します。機動戦士ガンダムです。ガンダムの中でも特にニューエイジとの共通点を指摘されるのがニュータイプという概念です。先ほど取り上げたティモシー・リアリーは神経政治学という著作で、人間の脳の回路は8個存在するが、今の人類は5番目までしか使えていない。それ以上の回路は眠っており、これを開くにはヨガやドラッグが必要だが、完全に起動させるためには地上を離れ宇宙に移住すべきであると主張し、これをスマイル計画と名付けていました。このようなニューエイジの発想がニュータイプと類似しているとしばしば指摘されます。そしてサブカルチャーに影響を与えたといえば、やはり前回取り上げた古代宇宙飛行施設でしょう。
古代の地球に宇宙人がやってきて人類に文明を授けた、あるいは人類を作ったという発想は、太古の地球に未来人がいたり、空に浮かぶ支配者一族が存在したという設定も生み出し、様々な作品に取り入れられていきました。それは2001年宇宙の旅であり、プロメテウスであり、ドラえもん、のび太の日本誕生であり、天空の城、ラピュタです。ここで日本のアニメが挙げられる通り、ニューエイジは日本にも伝わり、また同時期に起こった類似の運動と合流して、精神世界という思想となって新宗教に影響を与えていきます。次回はこの精神世界について説明します。